リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。はい、今日もちょっと料理動画やっていこうかなと思います。意外と好評でございまして、この間の残機のやつとかもね。で、結構その、直接のコメントじゃなくてね、他でつながりがあるところでね、コメントくださったりしてる人もいて、なんか、手つきがね、普段からやってる人だね、みたいな話にもなって、やってるんすよ、っていうところで、ですね。で、今日は、チャーハンを作っていこうかなというところです。で、今日はちょっと具だくさんめのチャーハンにしようかなと思ってるので、ちょっとキノコ、エリンギですね。大きいエリンギの方は、なんかバター炒めにしたいから、このまんま保管。よいしょ。で、今回はここだけ、このなんかちっちゃいやつだけね、使っていこうかなと思います。全然手元映ってねえじゃん。ピッ、これで映るかしら？ちょっとお昼からっていう感じではございますけど、細かく、切るんですけど、エリンギのそのなんだろう、食感とかは残したいんで、あんまり小さくはしすぎないよってところですね。よいしょ。こんなもんでいいかな。はい。で、あとは私はチャーハンに少しだけキャベツを入れるタイプなので、芯を切って、芯もさ、こうキャベツの後余った葉っぱとかもさ、もし肉ガキとかさ、それこそデュビアとかさ、あと太あごひげトカゲとかいたら餌にできるのにななんてたまに思うんだけど、うちの子幸いじゃないね。うちの子はさ、基本的にさ、その何いないんだよね、そういうのを食べるとかね。で、残りはまた取っときます。いないんだよ、植物系、ね、植物系じゃねえや、草食ね、植物系動物はやばいね。何言ってんだろう。で、もやしを少しだけ使います。今日は具沢山めですね。もやしは安くて助かるね。料理でも割と使い勝手いいし、で別になんか切んなくてもいい気もするんだけど、ちょっとだけ切ります。双子とかいたらね、野菜も結構食べてくれる子たちが多いから、あの子たち雑食だからね、そういうのもね利用できるかななんて勝手に思うんですけども、ね、まあでも私が食えばね OK です。全然肉食なんだよな、うちの子な、びっくりするほどにね。だからね、肉食だからまあしゃあないかなってと思う。豚の切り落とし、適当に。うん、こんなもんでいいかな。そう、ほんとね、基本の脳みそが、ペットちゃんのことでできてる気がして、自分のご飯よりも、ペットちゃんのご飯とか、どうしてあげようかな、とか。自分でちょっとブレンドしてみて、どれ食べるかなとか日々観察してねる感じなんですよ。で、あ、この子はこれ好きなんだみたいのを見て、でそれに合わせて基本的にやってる感じです。で、下味ってほどじゃないんだけど、先にこっちにちょっとだけ塩コショウを振って、で当然具材なんだけど、具材は先に軽くね塩コショウしておきます。軽くね。ってところです。で、これは私流なんですけれども、よいしょ。チャーハンはね、今日は炊きたてのご飯を使用します。普通のご飯に押し麦、私入れております。で、私は先に卵を入れて、で軽くね溶いて、でここに
ご飯をね、ちょっと混ぜてないご飯をちょっと混ぜていこうか。おし麦入れてるからちょっとね黄色い色がつくんだよ、おし麦のね。ただおし麦ですよ、栄養価も高いですからね。あのこれですね、おし麦、はい、あの軽く私は水洗いして炊いてるんですけど、ほんといいですよこれ。私はよく使ってます。もうそろそろ新しいの買おうかなというところがね、ちょっとしか入ってないので。最近ちょっとね食欲が低下してるところもあって、栄養をねちゃんと取れるようにっていう感じでございます。もうちょっとかな、うん、こんなもん入れて、1人前だからもうちょっとかな、これぐらいで1人前でしょって考えたら具材ちょっと多いな。まあ具材多めなこともねありますわね。軽く塩コショウ全体に軽く振って、これは私が好きだからという意味でなんですけど、生姜を少しここに入れます。あー、生姜も買わないと、もうほぼ残り全然ない、ほとんどない。でここにジンギスカンのタレ、はい、私はジンギスカンのタレが好きでございまして、これをキャップ1杯分、私はいつも入れてます。あとは最後ね、あの炒めながらそっちで混ぜるんですけども、まずこの中で卵とご飯を、あーご飯こぼれちった、軽く混ぜておきます。これは私の本当作り方なので、あーこういう作り方する人もいるんだってくらいで思っといていただけると助かります。でお肉とかの方に先にあの色をねつけておきたいので、よいしょ、炒めていきましょう。まず油引いて、で油プラス私はですね少しだけあのマーガリンの味を入れたいのでマーガリンを入れています。これも本当に私の趣味です。まあ割と創作チャーハンに近いよね。ではまず先にねこっちから入れて軽く炒めていきます。まあ、人によって炒め方逆だったりしますよね。先にご飯やってから具材追加する人もいるだろうし、その辺はほんとなんか人それぞれというかって感じだよね。でさっき塩コショウ足してるんだけど、ここでも塩コショウ少し入れて、あーもう塩コショウなくなっちゃった、塩コショウなくなっちゃった、トイレ、まあ買い置きもあるんで大丈夫ですけどね。でここで先に醤油をキャップで1杯分ぐらいかな、キャップで1杯分、いやもういや1杯でいいわ、あんまりやりすぎると濃くなっちゃう。でどちらかというとね塩コショウの味をメインで試していきたい、あの試してじゃないや、あの堪能していきたいので、塩コショウをメインで、である程度まだ肉はね少し赤いですけど、あのどっちみち米をここでやらなきゃならないんで、その状態で米を入れていきます。よいしょ、はい、あーなんかもやしが吹っ飛んだね。後でにするとこれはゴミになっちゃうんで、後でにしないでちゃんとゴミの箱にね入れておきましょう。
で、まだ全体にね、あの火がいってない間に私は同時に洗い物をします。洗い物といえば食洗機に入れるのでね、軽く水かけてね、置きます。よいしょ、こんな感じでね。で、ある程度火が通ってきたので、よいしょ、全体をね、まだパラつきがないね。もうちょっとパラパラにしたいね。ちょっと弱火に変えて、でもですね、米がちょっと落ちるんだ。よいしょ。で、あの私の大好きクレイジーソルトをここで少しだけ入れます。ほんとアクセントですね。あんまり気づかないけど。で、ここにあとラー油でーす。こいついろいろ足すなって思うと思うんだけど、私はそんな感じで、最後にご飯にちょっとだけ醤油を、キャップの半分ぐらいかな、こんなもんをさっと入れて、あとは全体炒めたら終わりですね。よいしょ。お、パラつきが出てきたかな。結構ね、あの炊きたてのご飯の方がパラッパラに私はなりやすい気がします。もしくは炊きたてのご飯をそのまますぐ冷凍するとパラつきが出るかな。ただ、凍るということは水分がどうしてもね少しだけ出るんですよ。するとその水分を飛ばさないと、パラッパラにならないので、ね、炊きたてもねまだ水分吸ってる状態なんで、まあ、それこそ1日置いたご飯とかで水分が飛び始めてるやつの方がパラパラなチャーハンにはなりやすいとは思うんだけど、どうしてもね、よいしょ、パラつきがね出にくいっちゃ出にくいですね。あと1日経ったご飯だとどうしてもね、あれだよ、ちょっとねご飯自体の味というのが落ち気味かな。なのであれですね、鍋振ってもねあんまり意味ないんだよね。正直これぐらいの火力だったら、火力がたくさんある火力だったら鍋振って振った方がね、中華鍋とかで振った方がいいんだろうけど、でもご家庭の火力だとそんなに鍋振ってもあれですね、火力が落ちるんで、そんなに、一応振りはするけどね、多少はね、でもそんなに振らなくていいと思う。基本はもうヘラで上下をひっくり返してあげる。でこう持ってクッとひっくり返る。こう、これ底面でしょ、こうひっくり返してあげる。こう持ってひっくり返してあげるっていうのをやると、チャーハンとしてはかなりいいものができるんじゃないかなと私は思ってます。多分中華屋さんとかのね、ああいうところのフライパンだと火力が強すぎるから、火にずっと鍋とかフライパンをねやっておくと、火が多分強すぎるからっていう部分が多分でかいと思うんだよね。なんだけど、こう普通のお家だとそういうのでやっても火力自体がねそんなになので、てかフライパンそろそろ変えないとな。フッ素加工が取れてる部分がね、お米のおこげがついちゃって、みっともないね。まあお米のこのおこげの部分もね、取れたら美味しい部分だから、こうグッ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 ってやってあげると美味しいんだけど、これもね、でもこれガリガリやるとフッ素加工取れるね。あー、新しいフライパン欲しい。フッ素加工が取れにくいいいフライパンが欲しいな。でもだったらな、高いフライパン買うぐらいだったら安いフライパンで買い替えた方がいいんだよな。
で今回はちょっと映え重視にしたいので、ちゃんと盛りましょうか。まずちっちゃい器にグッグッと入れていって、っていうか作りすぎたかも。まあいいや、作りすぎても食べれなかった分は冷蔵庫で保管ね、ちゃんとラップして、保管して、食べるようにしたら OK でしょ。ほらね、フッ素加工が取れてるからさ、この辺がさ、見て、わかる？ついちゃうの。油をどんなに引いてても、フッ素加工取れてる部分にはこうなるので、油引きすぎるとご飯に油いっちゃうから、やっぱりちゃんとフッ素加工の取れてないフライパンがいいね。でもこのお米の部分は取れるだけ取ってちょっと入れよう。残念。ほら、ここがね、フッ素加工もうないんだよ。ここも見ると分かるんだけど、反射で分かるかな、この辺ももうフッ素加工取れてて、もう真っ黒っけになってるでしょ、この辺ね。だからこの辺もね、取れちゃってるな、フッ素加工が。残念、残念子ちゃんだ。で、あとはある程度ちょっとギュッギュッと押して、こっちの器に移していきます。よいしょ。で、この辺が汚いね。キッチンがね、あんま綺麗ではないんだよね。なんかもっと綺麗なキッチンでさ、なんか映える感じでさ、モコズキッチンみたいにできたらすごいいいんだろうけど、それはちょっとなかなか難しいお話ですね。よいしょ。ではこうして、うい、はい、出来上がり。さあ、今日は画角を変えずにこのまま行こうかな。ちょっと割れちゃってるね、キャベツちょっとでかく切りすぎたね。はい、ということでチャーハンでございます。はい、ノーカットでお送りいたしましたね。ノーカットで約18分ぐらいかな、多分撮影してる。はい、こんな感じでございます。じゃあ一口いただきましょう。結構パラパラですね、ほら、わかる？お米がパラパラです。こんな感じよ。いしょ。キャベツと一緒に食べていきましょう。いただきます。うん、うん、今日は味が濃すぎなくて良かったですね。さっき醤油一回もう一滴入れようかなってやめたところあったと思うんですけど、あれやめといて良かった。すごく、うん、さっぱりして食べやすい。コンソメスープとかお味噌汁とかが欲しくなる。作ろっかな。めんどくさいからいいや、これだけ食べよう。ちょっと一人前にしてはちょっと多いチャーハンになっちゃったけど、ラーメンとかとも合いそうですね。ラーメンだと、まあ味噌ラーメンかな。醤油だとね、ちょっとこれと一緒だとくどい気がするから、味噌か塩か。でも味噌でもくどいかもな、塩の方がいいかもな。うん、と食べるといい感じ。でも薄めだからな、意外と醤油でも味噌でもいけるかも。まあそんな感じのチャーハンです。最後にじゃあもう一杯だけいただきます。うん、美味しい。やべ、インサート撮ってなかった、サムネイル用の。どうしよう、こうにしとく。ここにこうしといたら、こうでいいね。これだ、サムネイル。はい、サムネ撮影も一緒に終わらせてしまいました。はい、換気扇止めて、ということで以上ね、チャーハンでございます。まあ男飯でございますね。こんな感じで普通にチャーハンを作っております。いやー、美味しかったね。まあまだ食べるんだけど、これからさ、あとはもうこれからは、食べるだけ。こちら食べて、ゆっくりしたいと思います。ということで以上、リントでした。バイバーイ。
最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。